はい、じゃあ今日は、ステム交換に挑戦したいと思います。うちはまあ、 場所がないんでね、こんな狭いベランダでの作業なんですけど、これは妻のね、自転車です。で、いろいろこう保安部品って言いますか、ライトとかついてますんで、まずこれを、外したいと思います。はい、じゃあまずこちらのフェイスプレートを外していきます。はい、次にトップキャップを外していきたいと思います。ちょっと中はもう錆びてる感じですね。見えますかね、うまく取れてるかな。これはまずい。はい、次にステムを外していきます。で、ちょうどいいんでこの辺グリスアップしていきたいと思います。清掃動画は、ちょっと省きますね。で、最後にステム交換のところだけまた動画にしたいと思います。ここもね、結構すごいことになってたんで綺麗にしたいと思います。こんな風にね、ちょっと綺麗に磨いてます。初めてこの辺撮りましたね。でね、映るかな、ちょっとだけね、ピント合ってますかね。こんな風に綺麗にしてみました。ちょうどね、この上の部分から外してみたんですけどね、まあ、あとちゃんとグリスを塗って戻しますけどね。はい、この下のところもね、外したのでこんな風に綺麗に拭いてみました。あとはグリスを塗って戻します。もしかしたらね、このグリスの粘土とかもあるのかもしれないですね。なんかハブの動画を見たら、なんて言うんでしょうかね、こうスプレーみたいなので少し溶いてから使ってる人もいましたね。はい、ちょっとガタが出ないようにね、取り付けていかなきゃいけないと思います。じゃあステムをつけていきます。と比べますとね、若干新しくする方が長いですかね。重さはですね、そう大して変わんない気がしますけど、ちょっと軽くなるような気がします。重さの違いはね、後で動画にしていきたいと思います。あ、スペーサー入れるの忘れました。スペーサー入れます。はい、グリスたっぷり塗っちゃいましたけどいいのかな。ジャイアントのロゴが前に来るようにスペーサー取り付けます。まあ、この辺もちょっとグリス塗った方が良さそうですね。はい、では次にハンドルを固定していきます。はい、じゃあハンドル固定していきます。対角線でね、締めるといいようなんで、そのようにやっていきます。もしかしたらね、この角度がステムのね、角度なんか変わっちゃってるかもしれないんですけど、妻に、乗ってもらわないと分かんないですね。はい、対角線で固定終わりましたので、この後ハンドル調整しましょうかね。あ、トップキャップつけなきゃダメですね。トップキャップつけます。はい、じゃあハンドル固定が終わったので
トップキャップつけていきます。はい、さていよいよハンドル調整します。まだステム固定してないですからね。はい、ハンドルまっすぐ確認してトップキャップをしっかり締めて、そのさっきねフォーク抜いたんでガタがないかだけしっかり止めたいと思います。で、いよいよステムを固定していきます。横ですね。で、タイヤと、ステム、ハンドルが曲がってないか確認して、締めていきます。はい、じゃあステム固定したので、まあ、ガタがないか確認して、ブレーキとか、ワイヤー、ホース類ですね。ちょっとこう長さが変わってるかもしれないんで、その辺、こうちゃんと切れるか、確認して、あとはまたちょっと調整したいと思います。とりあえず交換は以上ですかね。またなんか不具合があったら調整しなきゃいけないですけど、とりあえず動画の方はこれで終了します。今回はステムの交換をしました。なんか、動画確認して間違ってるとことかあったらご指摘お願いします。